そしてクミちゃんの妖怪ウォッチも消えてしまうっていう、ね、お別れですね。やられちゃった。あなた誰なの？なんで私を助けてくれたの？そこを通して。フミカ、それからマオ。僕、なぜ知っている僕の名前を。この先に行くならお前たちは真実を知らなければならない。この妖魔界、人間界で何が起こっているのかを。かつてこの妖魔界に暮らす者たちはエマ大王のもとで平和に暮らしていた。俺たち妖怪の寿命は人間よりずっと長い。それでも終わりをやってくる。なんか妖怪が死ぬっていうことは人から忘れられるみたいなことを言ってた気がするけど、エンマ大王が亡くなった後、妖魔界は悪しき野望を持つ妖怪に支配された。それがイカかもね、そうかもね、その一派であるとは。私が閉じ込められてる間に妖魔界、そんなことが起きていたの？なきエンマ大王は人間、そして妖怪が仲良く暮らす世界を望んでいた。お前が持っている妖怪ウォッチも、そのために生まれたもの、妖怪、そして人間が仲良く暮らすために、エンマ大王は俺たち妖怪にその意志を託して亡くなった。だというのに、イカカマネは、妖魔界の王殿に平和を見出した。人間と妖怪が仲良く暮らすっていうのを否定派っていうことかもしれない。そればかりか、あいつらは妖魔界のみならず、人間界までも支配しようとして、もしかしたら人間界に悪い妖怪たちが来てたのって、イカカマネのせいだったのね。そうかもね。僕が何度も妖怪に襲われたのももしかして、イカカモネのせい。ザッツライ。亡きエンマ大王にはもう一人息子がいた。しかし、彼の力はまだ目覚めていなかった。彼は俺たち妖怪の希望だった。だから、彼の力が目覚めるのを待つことにしたんだ。俺たちは彼の記憶を消し、平和な人間界に奪わした。まあ、それがマオ君のわけだけど、イカカモネの魔の手が伸びないように。まさか。フミカ。お前は他の人間たちと違い、妖怪の存在を受け入れた。そんなお前なら、エンマ大王の息子である魔を任せられると信じていたんだということだよね。イカカモネを倒してくれ、フミカ。わかった。ありがとう。まあ、オロチさんが力を貸してくれるっちゅうことだよね。魔王くんは初めて知った自分の存在に。オロチ。だから魔王くんの本当のお父さんは人間のお父さんじゃなかった。エンマ大王だったんだって、ここで知ることになるんだよね。複雑な心境のマーク。僕、どうすればいいのかな。あなたは人間界に帰ってください。イカカモネを倒すのはフミちゃんなんで大丈夫でーす。わかった。僕は小学校で帰りますよ。マオは俺が送っていこう、みたいな。で、イカカモネ第一形態とバトルですよね。でですね、三つの審判があるんですよね。最初は赤鬼。縁も大王様亡き後といえど、その役目を放り出すわけにはいけん。赤鬼の審判。じー。この子なんか可愛いな。って見てるわけではないんだよね。ふみちゃんは頼み事をちゃんとクリアしているかということなんですけど、21個の頼み事を引き受けたようだな。これからも頑張ってくれと。第一の審判、クリア。で、続いての審判ですよね、青鬼。俺は亡きエンマ大王様よりここの番人を仰せつかっておると。見知らぬ人間をホイホイ通すわけにはいかない。わかった。素直な貴様らに今から大事な質問をするぞ。ここを通れるのは大人だけだと。貴様らは大人かそれとも子供か、大人しか通さないぞと言うてるんですけど、ここはね、もう子供なんですよね。ゴリラではない、ゴリラではない。やりおるわい。見ればわかるわい。嘘つきじゃないと試したんだと。青いの審判クリア。あれ、ゴリラって言うたら、その下に落とされるってやつだよね。はい、来ました。最後の審判。クロウニの審判。力自慢のクロウニジャイ。これは、あれですよね。バトルの回数、ちゃんと条件満たしているかチェックですよね。じー。ふみちゃんやっぱ可愛いな。みたいな。チェックも入りつつ。どうなんあかん？あかんか。126回いける？あかんのかー。上がんのが
何回だったかな、140回とかやったかな、126回じゃダメ。あーれー、ふみちゃん、ふみちゃん落下。この下で修行積むんじゃ。130回だからあと2回だけか。はい、通過。ではラスボス戦行きましょう。イカカモネ、ソウカモネと対決。ようやくラスボス戦だぜ、11勝。ただ第2形態もあるからかなりね、長期戦にはなるんですけど、いかにも私がイカカモネ、ソウカモネ。人間の子供ごときがよくここまで来られたもので。人間と友達はいかんと。人間と妖怪が友達いかん言うとるんよね。この世の中は人間よりも優れて、我ら妖怪が手にするべきなのだと。自分の意志で人間と共に暮らしている妖怪もいるんで、ウィッソー。それをまるっと無視している時点であなたは支配者には向いていない。支配者失格なのです。私の友達はそんなこと望んでない。仲良く暮らしたいんだよ。いかがなものかと。お前らごときに私の野望の邪魔をさせん。イカスミ入っとったね、今。しゃあ行きましょう。今回は S ランクパーティー。Here we go! もうピンは頭に狙っていく。もう必殺技いっちゃう？早速いっちゃう？今回はですね、ただの S ランクパーティーではございませんと、前衛、生ハゲ3体早速取り付けかーい。しゃいってみよう、悪い子犬が。切って切って、あ、よいしょ、みたいなね。今取り付かれてるんですけど、通常攻撃でも余裕で生ハゲのこの力を持ってすればですね、倒せるんじゃなかろうかと。ちょっと HP 減ってきたらアイテム上げたりするけど。さすらい玉、さすらい、しくだ、しくだ、しくだ。さすらい玉打っておきましょい。自分を攻撃。ちょっと待って、ちょっと待って。自分はあまり攻撃しないで。自分を傷つけないで。もうイカキャモネの HP 半分。生ハゲさんたち頑張ってこれいい。あられの術。そして消える。なんか両手に、イカキャモネの両手にピンを打つこともできるんだけど、とりあえず頭にピン。もう急所みたいなもんだよね。頭が急所かな。敵の必殺技が、来るというところで HP 回復しておきましょい。あー、ラーメンでもいいけど。もぐもぐブラガー。イカカモネの必殺技まで、あと3。やばい、左の生ハゲ自分を攻撃してる。生ハゲだけで倒したいぞ。味方を攻撃しないで。スペシャルラーメン。スペシャル。あと1秒でイカカモネの怒りマックスフォア。勇気を貯めて、ブーン。強っ。ちょっとピンもう一回打っときましょう。頭にピンを打つ。手を攻撃してもいいんだけど、手の攻撃もちょっと厄介なんだけど、頭をピン打っときゃ、普通に攻撃で倒せると思う。通常攻撃で勝てるはず。生ハゲ祭り行ってみよう。敵を攻撃してくれ。敵を攻撃してくれ。右の生ハゲやられる。真ん中の生ハゲさんがレベル70ぐらいだよね。イカスミ攻撃。前が見えない。前が見えなくても、そこに敵はいる。ピンに向かって切ってくれい。通常攻撃で倒す。通常攻撃で倒す。左の生ハゲ回復。怒りマックス砲まであと3秒。あと3回ぐらい通常攻撃で倒せると思うんだけど、頭にピンを打つ。怒りマックス砲耐えれるのか、耐えれるのか、生ハゲたち。お前らはそんなものじゃないはず。いける、いけるぞ。自分を信じて倒してくれ。あと通常攻撃1回できる。あと1回ぐらいできる。あと1回ぐらいできる。頼むわ。真ん中の生ハゲさんレベル70だし、次の通常攻撃で決めてくれ。頼まさ。イカ攻撃。また来る？また、また来る。また来る。サボってる場合じゃねえ。やばい。キャンセルしないで。おい。生ハゲ1体 VS イカ。動けない。怒りマックス砲。まあ、敵が怒ってるってことだよね。怒りがマックスになったぞってことだよね。しかし効かぬわ。しかし効かぬわ。
あと一発通常攻撃頼んます。生ハゲちゃん動いてくれ。イカ足スタンプ生ハゲ、よっしゃー、最後生ハゲさん頑張ってくれましたね。えー、こやー剣2本やがね。あのまあゾロは三刀流やけど、二刀流でよう頑張ったね。しかし生ハゲ、生ハゲパーティーでイカ撃破。経験値4000、超経験値生ゲットと。第二形態は普通の安定パーティーで倒すわ。いかんともしがたい人間、人間界は人間たちに任せるのです。そうだね、干渉したらダメだよね。やっぱり私はまだ必ず蘇る。再び妖魔界に殺しに、人間を我が物にしてやろうじゃないか。まだ諦めていなかった。人間界桜町に行って容器を吸収する作戦だよね。学校でお待ちかねの真央くんに話しかけておきましょう。平和になったでーみたいな。なんだか嫌な予感がするんだ。まだ何も終わっていない、これから始まるって予感。まだ終わっていないだとは。どうしたのウィスプン。強い容器が満ちています。あ、三つ股の土出てくるんだ。おバカさんたち、まだ気づいていないのかい。君たちが妖魔界に乗り込んでいるうちに、あいつの手下が町の結界を壊したのす。今じゃこの桜町全体が巨大な妖怪のパワースポットってわけ。三つ股の土が再び登場。こっからあれだよね、ボスとかを倒しつつ結界を戻すっていうね。ギョロロロロロン、ギョロギョロ。この町に溢れている容器でイカカムリが復活するっていうことだよね。フミカ、妖魔界の奥に眠っていた妖怪たちが人間界を目指している。お前が倒したはずのあいつが蘇って、嫌な勇気を感じるよ。この町全体を覆う嫌な勇気。そんなバナナ、あいつがこの町の容器を狙っているんだ。このパワースポットのパワーを狙っている、容器を狙っているってことだよね。残された手段は一つしかありません。妖怪エレベーターを閉じましょう。そんな思い切った決断だね。本当にいいのかい。そんなことしたら俺たちみんな人間界にはいられなくなってしまう。どういうこと。妖怪エレベーターを2つの世界をつなぐ扉のようなもの、どこでもドア的なね。そこを閉じれば2つの世界のつながりは完全になくなってしまい、現在人間界で暮らしている妖怪たち、まあ、いっぱいおると思うけど、妖魔界に封じることになってしまう。迷ってる暇はありませんよ、フミちゃん。こうしてる間にも妖怪たちは人間界に溢れ出してきております。わかった、フミカやる。それでこそ私の選んだ主人様でウィス。結界を張り直す、桜を咲かせる。こんなこともあるかと、いいものを用意しておきました。妖怪花咲パウダー、花咲 G からいただいたのでしょうか。無理無理無理、これで諦めるの無理だじゅ。そこに忘れん坊、仲間の忘れん坊により白壁の記憶を通る。ここはどこ、俺は何をしてるんだじゅ。さすがやで忘れん坊。花を咲かせましょう。パラ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 ピカーン。なんということでしょう。急に桜が咲いたぞ。異常気象じゃないみたいだね。知らねえよ、でも綺麗だな。これが結界になるということだよね。で、敵を倒したら桜を咲かせるはずなんだけど、ここにケータ来るんちゃうかったかな、確か。人間界のことは人間に任せておけばいいんですよ。邪魔者いなくなったわ、ふみちゃん。結界を張りましょう。ケータでプレイした時は、ここにふみちゃんがやってきたと思うんだよな。すると、ケータ。公園にやってきたケータ。びっくり仰天。桜？でもこれ夜やから、ちょっと青いね。青い桜じゃないこれ。なんか夜やと桜って青色なの。なんか青くね。やったわ。桜が咲いたわよ、ふみか。なんか青くない？夜に桜を見るとなんか青色じゃない。こんなもんなん？ほら、なんか桜青くね。こんなもんすか。
お昼だったらピンク色なんだけど、月夜の晩にラスボスと最終決戦、結界が再生したか。もはやわしを止めることはできん。この地に流れる妖気を我が物とし、私は妖魔界、そして人間界の頂点に立つのだ。妖気を吸収したイカカモネ暴走。いかがなものかと。まがまがしいオーラのイカカモネ。私の死の力を見せてやるじゃないか。やめてちょうだい。私たちが絶対に許さない。観念して妖魔界を借りのすい。妖怪が人間などの味方をするのはいかげなものかと。私に協力すれば人間界を手にすることも可能なのだぞ。興味ありません。私たちは人間界と共存し生きていく道を選びます。エミちゃんのクラスの友達を脅かすわけにはいかないにゃん。人間と妖怪仲良くしようぜと。そしてイカのバトルですよね。飼いならされ妖怪の誇りを忘れるとはいけぎやねムヌケと。もう妖怪がこの世の頂点と考えているんだよね、イカは。ほな行きましょうか、最終決戦。もう、パーティーはですね、もう S ランクのパーティーで、もう、丹精込めて育てた妖怪たちのパーティーにしてますわ。取り付き効かぬ。必殺技は敵が弱点出した時に決まっか。もうちょい。もうちょいで敵のコアが来るぞ。さすらいだまった。お金いただき。で、金のコアがそろそろ出てくる。ピンをこの辺だな。シェイシェイ必殺技行くぜ。誰から行く？生ハゲシャン。不死身御前は、不死身の力とかで HP 回復するスキルっていうか技持ってんだけど。今、犬神さんが不死身の力も、取り付けあるのか。悪いと言いねえか。ダメージでちょいちょいですね。もうちょいですね。やっぱ強えな。ラスボスだからやっぱ強いね。犬神さんも言っときましょうが。味方大体これ前衛レベル70ぐらいのメンバーですね。氷結呪学。氷系の攻撃221。で、犬神さん攻撃した直後こう HP 回復するっていうね。コアがなくなりましたと。ピン打っていく？いや、ピンは打たんでええか。ピン打たんでも適当に攻撃してくる人は。早くり。不死身ごめんちゃうわ。不死身御前のあの、不死身の力、生ハゲさんにもやってほしいな。よっしゃい。コアにピンを打ちまし、あれ？取り付きね。コアにピンを打ちまして、技いくぜ。なんか敵の取り付き全然来ないんやけど、これってなんで？これってバグってるね。これバグってない？敵の取り付きが全く効かないけん。どうなってんだろうね。攻撃して味方に HP を分けると。いかかか。取り付きじゃん。あ、取り付かれたわ。あかんわ。バグかと思いきやそうでもなかったな。お払いしておきましょう。公演のメンバーは生ハゲさんに虫歯早く尺頭撃音じゃ。レベル40ちょいかな。なんとか耐えてくれ。生ハゲさんはこれレベル40ぐらいからそこまで強くないかもしれんけど。ただ通常攻撃いい感じよ。虫歯伯爵も通常攻撃いい感じ。今コア出てんのかな？今コア出てんのかな？この光栄だけでも全然いい感じに敵の HP 減ってるね。ええやん、ええやん。虫歯伯爵もいい感じやん。コア終了。で、HP 半分になったところで、これまた色が変わるんですよね。第三形態というか、色が変わる。本気モードは。ズキキュンタで生ハゲ HP 回復とは。あと、誰だっけ、これ。不死身御前もお払いしておきましょう。取り付き。取り付き来たんで、前衛と後衛チェンジしときましょう。チェンジ。もう一息だぜ。取り付き来てるんやけど。めっちゃ取り付き来るな。めっちゃ取り付き来るな。マジかよ。全員取り付かれてる。敵の取り付きやばい。取り付かれてると味方とか自分攻撃したりするんやけど、なんとか耐えてくれ。不死身御前復活。敵の必殺技必殺ダメ。ちょっと待っていいな。
ピン打ってもあんま変わらん。おほほー、これで最後かもね。ほほほほほほほ、やっばー、右の生ハゲ一瞬でやられてもた。強いね。そして自分を攻撃する犬神さん。あ、生ハゲ HP1 ぐらいで耐えてるやん。マジ。ちょい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 、やばなってきてるやん。さらに虫歯伯爵。虫歯伯爵の必殺技で決まるかな。あんまダメージないかもしれんけど、行ってみましょう。レベル40ぐらいの虫歯伯爵。漆黒ミュータンス。どや。85。85か。なるほどね。取り付きを受けまーすと。もう通常攻撃で倒せる？無理？通常攻撃で倒せるかもしれんか。このまま放置で見守るわ。頑張ってくれ、犬神と生ハゲ、生ハゲ2体。え、あとは通常攻撃で倒せそう。吹雪の術。コア出すかな。そろそろコア出すか。死神の術。味方を攻撃。味方を攻撃。コア出してこれ頼む。ちょっと HP 回復しとってる。さあどうすか。もうマジであと一発ぐらいで倒せそうなんだけど。取り憑かれた状態で倒せる。シャー。最後生ハゲさん、コアに攻撃。コラはしてる。ラスボスいかがもね。ゲーキハードは長、なんかもうめっちゃ長かったな。結局バトル15分ぐらいかな。10分15分ぐらいかかったな。強かったな。レベル70ぐらいでもやっぱ手こずるね。いかかもね。最終形態はお金5万。うん、この私がこんな結末いかんじゃないかと。妖怪の誇りって何なんでしょうね。私はフミちゃんの羊に乗れたことを誇りに思っています。俺っちだって後悔してないにゃん。わらんもずら。エンマ様はよく言ってましたよ。この世に最も必要なのは支配ではなく友情なのだと。まあもともとエンマ大王は妖怪と人間仲良くして、その友情パワーでこの世を守ろうっていう、そういう思想だったもんね。崩壊するイカキャモネ。これ今夜バトルしてるけど、エンディングも夜のままなのかな。あ、いきなり朝。エンディングはやっぱりあれか、明るいところでって感じか。終わったんかな。まだ終わっていません。妖怪エレベーターを閉じるという大仕事が残っています。妖怪エレベーター閉じちゃったらウィスパーたち消えちゃうんでしょ。あいつを倒したのになんで。ラスボスいなくなっても妖魔界はまだ混乱している。その混乱の影響で悪い妖怪たちが人間界に来ようとするはず。それを防ぐために妖怪エレベーターを閉じるしかないのです。そんな、出会いには別れがつきものというウィス。出会った時から私たちが別れることは決まっていたんですよ。そんなバナナ。ウィス。妖怪羊ウィスは最後の仕事でウィス。妖怪たちとお別れ。この封印で妖怪エレベーターが使えなくなるはずです。閉じろ、妖怪エレベーター。バシーン。ミスパー、羊の役目はこれで終わりです。私たちは元の世界に帰ります。ですが悲しむことはありません。バイバイニャン。チバニャンたちも消えてしまう。またどこかで会えますよ。そしてクミちゃんの妖怪ウォッチも消えてしまうっていう、ね、お別れですね。バイナラ。やっぱりバイナラなのか。溶けて帰っていくウィスパー。ウィスパー。
妖怪エレベーター消失。ウィスパー、最初は毛嫌いしてたウィスパーもあれだね、最後はもう悲しみ惜しまれるっていうね。桜満開やで。妖怪さんたち、夏休み妖怪たちの仲間になったけど、友達になったけど、最後はお別れっていうね、感動のエンディング。でなんかエンドロール、あ、エンドロールもふみちゃんバージョンになってる、ウィスパーとふみちゃん。なんかこの挿絵がめちゃくちゃおしゃれなんだよな。なんかこれしかもなんか1章、2章、3章みたいな感じで、なんかそれぞれごとの挿絵なんだよね。最初ウィスパーとふみちゃんが出会ったところみたいな。で、ふみちゃんのうちでしょ。で、最後なんか感動的だよね。最後の挿絵こちらですよね。ふみちゃん、ウィスパーのこと今でも忘れていないっていうね。あざしたーみたいな。バイバイにゃーん。あ、ふみちゃんバージョンや、すご。またいつもの毎日が始まるんだ。ごく普通の。すご、これ初めて見た。バクロバーが帰ってきてる。そこはケータの時と全然ちゃうな。そしてキュービー、ドンユリーネ。ケータの時は最初ジバニアの尻尾からやったんやけど、バクロバーから出てきた。ごく普通の毎日。すごい。エンディングっていうか、これがまた終わらない夏休みと続くわけやけど。